はい、どうも、クリツミです。今日はこのデラックスフォーゼドライバーを、リビューしてみようと思います。で、これが箱のパッケージで、中にはこの4つ、ロケット、ランチャー、ドリル、レーダー、スイッチが入ってます。で、箱の後ろはこんな感じとなってます。中身がこんな感じです。 で、袋から取ってみました。このチャッチーじゃないな。 この透明なベルトがすごく独特となってます。なんかやっぱスペース宇宙っぽい感じなんですかね。適当。 で、ここに単4を3つ入れるみたいです。ちょっと入れてみます。スイッチオン、スイッチオン。お、なんか中にフォーゼが出てきた。で、まずこのセットについてきているスイッチが、2つ、1個、2個、3個、あとはこれか、4つありますので、変身をしてみます。こう入れて、G。てな感じで変身します。で、各モジュールがこうできるのかな？こう。全部発動していればリミットブレイク必殺技ができるっぽいですね。で、このスイッチ、この、ベルトを使っていろんなスイッチを、別売りで売ってるのがあるので、ちょっとこういうナンバーワンから、パラシュートスイッチ、チェーンソースイッチで、ナンバーツーがビートスイッチ、チェーンアレイスイッチ。もうあんま覚えてない。で、シールド？ガトリング？あー、あったかも。あんま覚えてないな。で、ステレスイッチとハンマースイッチ。ハンマーはなんとなく覚えてる。あと、残ってんのは、あ、これもあった。クロースイッチとボードスイッチ。マンだらけで全部買ったのが確か。あとは、なんか、映画版とかだといろんなライダー、なんか、バーンって出てきたんで、この平成ライダーと昭和のライダーが何件か揃ってるのがあります。あれ？なんか足りないぞ。スイッチ2、3。あれ？あれ？ 2 個足りない。あれ？まあいいや。
なんで、こうやっていろんなスイッチを買って、楽しめます。ね、何個かちょっと試してみましょうか。いや、じゃあ試しに4番開けてみますね。そうすると、確か、ここに、みたいな つまんないな こんな感じなのかとなっております。 で、こっちのライダー系の、レジェンドライダースイッチセットも、同様に、確かこれ1個試しに開けてみます。するとライダーマン、ブレイド、カブト、ダブル、で、一応これは変わんないのか。で、こうか。なるほど。お、かっけえ。ってな感じで、各、ライダーの連想させる音が鳴るってことね。リミットブレイクはどうなんだろう。ってな感じですかね。はい、今日はこの、デラックスフォーズドライバーをレビューしてみました。このように、かなりスイッチがあるんですけれども、他にもいっぱいバラ売りされていたスイッチがあるので、こう一個一個入れて音を楽しんで、結構遊ぶのも、子供だけじゃなく大人の楽しみとしてはいかがでしょうか。ちょっと音が大きいんで、アパートとかだとちょっとね、隣の人の迷惑になるかもしれないけれども まあ全然気にしないで、余裕で楽しんじゃいましょう。以上です。以上、辰巳イワノビッチでした。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。